電線を通って私たちの元まで来ている電気、この時期大きな問題になっていることがあります。それが電柱に作られたカラスの巣による停電です。なぜカラスの巣で停電が起こるのか、こちらの電柱と電線の模型を使って実験してみましょう。2本の電柱の間に電線が張ってあります。さらに電柱から家に引っ込み線がつながっています。電気を送ると家の電気がつきます。これが正常な状態です。そしてカラスの巣の模型がこちらです。土台の部分に金属が使われているのがわかるでしょうか。町に進出したカラスは針金ハンガーなど金属も巣作りに使うケースが多いんです。カラスがこういう巣を電柱と電線の間に作ったとします。すると電気が消えた。電気が消えてしまいました。カラスの巣によって電気が届かなくなり停電したんです。カラスが巣作りのために運んできた木の枝や針金などが電柱上の設備に触れると漏電、電気が外へ漏れてしまいます。その結果家に電気が届かず停電が起こるんです。実は漏れた電気は地面へ流れていました。そこで電柱と地面の間に LED を取り付けました。家の電気はついていますが LED は消えています。ではもう一度電柱に巣を置いてみましょう。家の電気は消え、地面に取り付けた LED はつきましたよね。巣によって漏電した電気が地面に流れ停電したんです。実際に撤去したカラスの巣がこちらです。土台の部分に針金ハンガーが使われています。町で手に入りやすく頑丈な針金ハンガーは巣作りに適した素材なんです。カラスの巣は停電につながる大きな問題です。電力会社では停電事故防止のため電線や電柱を点検し、停電につながる危険性のあるカラスなどの巣を取り除く作業を必要に応じて行っています。明日のあなたがエネルギーで幸せになりますように。合言葉はハッピーエネ。